京都府立福知山高等学校、付属中学校は、京都府福知山市長谷に所在する、府立高等学校、中学校、同市三和町専属橋の谷に三和分校を設置している、併設型中高一貫校、通称は、福校。本校三和分校1900年に、京都府立第三中学校として、一中、 日中に次ぐ三校目の旧正中学校として開校。なお、旧三和町に昼間定時制課程の三和文校が所在している。福知山本校において大学受験を意識した教育を行っている一方で、三和文校においては農業や家政についてなど、主に就職を意識した教育を行っている。また、同文校では土日だけでなく、水曜も休日である。 同校の学校正門に植えてある巨木は樹齢100歳を超える金木犀で第4回卒業生が植えた木である。この金木犀の木は学校のシンボルとされている。ブレザータイプの制服が増加する中、福知山市では唯一男子制服として学ランを採用している。一方、女子制服は紺のブルザーである。同校には中学校が開設されたが、 他の中高一貫校のような先取りカリキュラムは一切行わないとしている。よって周辺の公立中学校と学習進度は変わらない。地、徳、体の調和の取れた生徒の育成、校を生か大やけに生きる生徒の育成、学力の向上と希望進路の実現の達成月2回程度、60分授業を3時間実施。全員参加。2017年度の状況。 下記は合格者で、延べ人数である。大学進学や短期大学進学、専修学校、各種学校進学、就職と多岐にわたるのが特徴である。普通科商業科。ありがとうございます。